ストライダー当たりのレフトライナーやろ。マジかよ。ああ、うおーおー、すごすぎる。いやー、森下やっとか。それだよそれ。中川からとかマジで。やりやがった。こいつほんますげえ。メンタル型のメンバーと違う。全然役者や。あけましておめでとうございます。森下やっぱこういう選手なんだろうな。その時は森下だよ。森下やっぱり神様やで。神様やで。森下やっぱり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 神様やで。ですわ。あんた消されなければいいの精神。スワホヤフーで初勝利シンクローザー爆誕。腰このままクローザーの気つかめよ。3戦目で良い形での勝利ができたな。負けなし気持ちいいね。中川は勝ちパターン降格すべき。他のリリーフより球の力が足りない。まあ満塁あれだけ逃してたらこうなるわ。両足はない。完封されたのはあかんわ。松井が泉と入れ替わりそうですね。でも松井は2軍だと無双しちゃうんよね。佐野って本当にさ、昨日おとといの攻守備が嘘のようなベースボール。大抜きこういう負け多いな。まあ負け試合とか悪いクーフとかそういうのもルーキーは経験しなきゃね。石神が躍動してたからまだマシな負け試合だな。単独再開った田中とうさみに代打は、もう負けるしって感じの動きだったね。細川はもう制した方がいい。細川は本気で調子悪いのか。逆に一つも勝てないなんてな。やっぱり森下なんだよな。さあ今日から連勝街道やで。どんでんと西の七瀬おめでとう。キリシキがきちっと抑えたのが大きかった。勝ちにふさわしい。ほんまに森下は空気変えるよな。ビジタークリクロハラアズワで1勝2敗ならまあよかろう。外国人いらんかったにゃ。チーム初勝利投手がアズワと誰が予想していたか。初回1点で踏みとどまったのが大きかったな。下手すや試合壊れてた。渡来攻略はよそに託した。ヤフーで結構可愛い顔してんな。単独首位やんけ。開幕戦ホームで2勝1敗でいいとこ。1分けにできたのは良かったよな。扇風機村上は反省しないといかんね。あとは山田哲人の打力の穴さえ埋まればなんとかごまかせるな。勝ち越しとはいえ日曜に負けると気分悪すぎ。中川マジで次は頼むぞ。乾杯だな今日は。来週から佐々木門脇はもう少し粘りを出してくれないと困るぞ。なんで昨日までの流れを動かした。まあ勝ち越しだから良いや。負けは心配ないよ。天才だからそのうち収束する。ひどい負け方なのにそこまで切れてる人いないのはあれだけ大苦戦した。開幕カードで勝ち越せたのがでかいんだろうな。広島に勝ち越せた、これは大きい。三立ては難しいってことで初回にリクエスト使い切る。2勝1敗でいけたカードがなぜか2敗1分けで。メヒアはベースカバーの練習しとけよ。2番でうまく機能してた田中がいきなり6番は謎。ロドリゲスよりやっぱり村松の方が打つよな。とはいえ西川の内野安打はもしかしたらロドリゲスならアウトにしてたかもとか考える。今日は最近やったな。やっと今日プロ野球ニュース入れるわ。三立て食らわないのってマジで大事よな。もう月も変わるし気持ちも綺麗に切り替えられるな。悪かった流れもこれで変わるやろ。梅野やっぱり頼りになる。今日は林に打点つかなかったのがちょっと残念。アブワってキリッとしてるよな。アブワ日本語うめえな。どこだより日本語うまいかな。外国人の代わりの康介が勝利打点とは悪いとこが出まくったな。火曜から逆に阿部の手腕が問われる。ありがとう高橋礼。2勝1敗で強敵ですわ。佐々木も初対戦の投手ばかりでようやっとる。負けは仕方ないが打線はもう少し工夫しないとな。相性いいとはいえ今日のスタメンしかも3番はないわ。渡来これで少し落ち着いてくれるんじゃないのかな。むしろこの3連戦で佐野以外の守備が軒並み素晴らしいことの方が嬉しいというか驚きだよ。大津健と石神の守備が結構硬いのは嬉しい。誤算。石神はやはり使って磨かれてどんどん輝きを増すタイプかも。実力でショートの定位置を奪うところまで来てる。今年は中田のホームランプラス1点しか取れない感じか。中田翔は頑張ってくれてるんだがな。細川は昨年だけとはいえ実績ある選手だし開幕カードだけで見切るのは早い。6番あたりに下げて様子を見ればいい。調子落としたのがよりによって高谷細川松山怪我したのが岡林っていうのが痛すぎるわ。どんでんの笑顔はやっぱええな。中川7年ぶりに打ったのか。耐えて耐えて最後爆発する。去年のパターンやできれば早い回から点取ってほしい。最近森下が主役やけど個人的には小野寺のヒットでかかった。最悪のチーム状態かつ不運の中3連敗阻止ってかなりでかいわ。野間秋山は外せんな。中継ぎが4イニングしっかり抑えて勝てたのも大きかったな。内川の解説悪くなかったで。レイノルズシャイナーが外れて康介堂林が活躍したのをどう見るべきか。長期的に見るとサード田中上本で回すのはなかなかにきついものがある。たまたみたい。たまたみたい。何単独首位だと。この先全試合引き分けでも優勝なんだよな。これで開幕カード3年間無敗という事実。8勝中4つはサンタナが決勝だ。塩見はタイトル取るとか記録に残る一流選手になるなら今年来年あたりがチャンスな気がするから頑張ってほしい。バンテリンから吉川の打順上げるのかこのままで行くのかどうなるかね。とりあえず吉川と門脇の打順変えて丸を3番にしようか。朝の良いスイングしてるな。大城のバント失敗で今日は無理だなと思った。バルドナード勝ちパに入れた方がいいかな。負け試合で上茶谷の調子を見れたと思えば宮崎惜しい強打多すぎるな。やばいのは裏ローテだな。未知数しかおらん。ジャクソンは期待して良いように思うんだけどな。横須賀で戸柱絶好調だから伊藤と入れ替えしてくれ。石神とかいう急に現れた理想のショートは何なの。中田はビシエドとはちょっと格が違ったな。年は一つしか違わないんだけどな。お前らもう三好は諦めたのかよ。石垣使えが出たら末期。まだ合わせるなよ。ヤクルトの勝因って高津のリクエスト止めたやつだよな。サイクって結構キーになる試合で投げるよな。そして結構耐えてくれるよな。今年はとにかく連覇を口に出すスタイルなんやね。連覇のセリフ使えるのは阪神だけやからね。そら使うやろ。ノイジーもしかして日本の野球にフィットしてきた。メッセンジャー曲線あるで。小畑次第では宗山全くいらんねんけどな。山田もおるし。そういえば2軍から小生と二股が上がってきたけど好調の村沢じゃなく不調の二股なんだな。右打者だからかな。田村はとにかく定位以下はやめてほしい。見せて全然可能性感じないから。3試合で決めんな早すぎる。もう田村に PP 言い出すやつが出てきたのか。どんな短期してんだよ。竹岡を2試合ともフル出場させたのは他のメンツじゃ二塁守備が心もとないからだろうね。他は赤羽か田村くらいしか選択肢がないのは地味につらいな。6番手のがっつい。開幕参戦で竹岡にボロクというのも気が早い。並木いつの間にか怪我出ましょう。勝ってるけど怪我人多すぎるだろ。マジでもうリスト化しないと数えきれない数だぞ。いきなり勝ちパターンが打たれるの。これ西立8回クリアであるな。ナメプなんてしてないよ。一番相性いい今日の使ったのは
はベスト。5次要素は先発の質が上がってることよな。まあ今カード勝ち越したし切り替えていこう。ベイスターズ開幕してから6個目のエラーか。多すぎるな。少なくとも表ローテの3人は十分に仕事を果たしてる。あとは次の3人がどうなるかだな。まず浜口に期待しようぜ。今年はやってくれそうな気がするよ。サンタテは贅沢ってもんよ。切り替え切り替え。橋本が失点したのショックだわ。去年は交流戦に入るまで防御率 0.00 だったのに。今日はメヒアだろ。打線はいつも通りだわ。開幕カードの勝敗は今年の優勝のためにはどうでもいい。未勝利打ちだけか。来週からの名古屋ドームで仕切り直しだな。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。